兄ちゃんご飯できてるよはい座って座ってじゃあ食べよっかいただきますどう今日もおいしい えば、お兄ちゃんってさ彼女いるのいないそっかどうしてそんなこと聞くんだってそんなの決まってるでしょえっとそのとにかく 彼女いないならいいよごちそうさま私部活だから先に行ってくるねうん行ってきますあーお兄ちゃん今日もかっこいいなよしちゃんと GPS もついてる 今日のお兄ちゃんの誕生日、どんな反応するんだろうなー。ああ、学校終わった。お兄ちゃんはっとまだ学校にいる。早く家に帰ってサプライズの準備しなきゃ。 ただいまーお兄ちゃんの靴はなしえっとまずはお料理作って飾り付けしなきゃよし間に合ったーあとはお兄ちゃんの帰りを待つだけあれ メール来なになに今日は友達の家にいるから遅くなるえそんなこと一言も聞いてないけど GPS で確認してみようここにいる本当に友達の家にいるのかな ちょっと、確認しに行ってみようここね表札はえこの家の表札の名字確か女の子なんだけど趣味があって一緒によく話す友達って言ってた人のお兄ちゃん すみません、お兄ちゃんいますか？入っていいんですか？ありがとうございます。お邪魔しまーす。あ、お兄ちゃんもう探したんだよ。え、どうしてここにって？ それはねえはへへへっていうか彼女さんがいるなら私にも紹介してよあ急にごめんなさい私この人の妹でえ帰ろういいの彼女さんと楽しんでたんじゃないの そっか分かったお邪魔しましたーただいまーってそんな気分じゃないんだけどねえお兄ちゃん私に嘘ついてたんだね彼女… いたんだもっと早く行ってくれればよかったのにねえなんで嘘ついて友達って言ってたのそれに私ずっと待ってたんだよお兄ちゃんが毎年私の誕生日をお祝いしてくれてだから。 だから私いつもありがとうってこれからもよろしくねって気持ちでサプライズ用意してたんだよなんでよ私よりあんな女の方がいいってこと私は親が亡くなってから。 お兄ちゃんにたくさん愛情をもらってそれでいつの間にかお兄ちゃんのことを好きになっていってだからいっぱいいっぱいお兄ちゃんのために頑張ろうって思ってここまで来たのにどうしてそっか あの女がいけないんだねお兄ちゃんと私の空間に割って入ってこようとして許さない今すぐまたあいつの家に行ってえあいつとはもう別れるだから安心してくれ 本当に。本当に別れるの？そっか。そうなんだ。え <laughs>、私すっごく嬉しい！ありがとう。私を選んでくれて。 そうだお料理食べようもう冷めちゃったけどまた温め直すから座って待っててよいしょっとではごちそうを食べる前にお兄ちゃんお誕生日おめでとう